さてムンタリのコーナーキック、逆サイドヘディング、あっとここは長友、長友に対してイエローカード、そしてガーナの PK、 ヘディングで競ったところファールを取られました。このシーンです。長友が手を使ってしまったのか、手が出てるという判断ですかね。ここはガーナに PK のチャンスを与えてしまいました。コーナーキックの競り合い、長友のハンドがありました。長友イエローカードが出ています。さてゴールキーパーは鈴木です。ピンチを迎えました日本代表。先制はガーナ、3番のギャンの先制ゴールです。日本1点を失いました。取ったかもしれませんね。さて日本代表、中村俊輔、右足のクロスボールはゴールキーパー代わったアマムーが取りました。ロングボールを蹴ってくる。ギャンと中澤、速さがある、入れ替わった、ギャンのシュートだー。これが世界の力か。強いね。キーパーからのロングボール、それを一瞬で反転して、そしてガーナのワントップ、3番をつけているギャンのシュート、究極の攻撃ですよね。ゴールキーパーのボールを、ゴールキーパーのボールですよ、はい。まあ、それも鈴木が出て処理するっていう手もあったかもしれませんけど、まあここでブロックされてね、中澤を反転させるんですからね、ここをブロックして、ここはやはりこのギャンのスピードをここまで想定できなかったということもあるんでしょうか。いや、想定はして体もぶつけ合ってると思うんですけど、はい、ね、エッシェン選手のセンスというか、はい、今のエッシェンですか。エッシェンですね、ブライアンのボールは見てますね。いいよ、中村健吾左足来たか、よっしゃ、来た、1点を返した日本代表、次々中村健吾、いけますよ、いけますよ、今のもね、完全に相手のマークからフリーな状況で中村健吾がいいポジション取ってましたから、最後はこぼれたところ、中村健吾左足見事に決めていきました。日本1点を返しました。取れてるんだからね、はい、ここ一気にグッと上げていかないとね、日本は。このヨーロッパ遠征の貴重な場、ガーナという相手、2対1、1点を返しました。11番のムンタリ、うわ狙ってる、イタリア、インテルで活躍をしているムンタリから、アボは抜け出した、決めた、ガーナ3点目。これもシンプルなパス、ムンタリからですね、相手ゴール、日本のゴールを背にして胸でトラップして、やっぱり首を振って周りを見てるときに狙ってるんですよ、もう走り出してるんですから、だからああいう後ろを向いた状況でも出てくるっていうことですよね、はい、世界の怖さっていうのは。ムンタリからアモア、これがガーナの力。オランダ戦に続いて3失点の日本、本田圭佑に対して衝撃を受けていました。さて日本、長友、さあ長友、タワダ、チャンスだ、左足シュートだ、いやー決めた、決まりました、また1点差。さあまだ時間は残っています、3対2になりました、田端のゴール。さあ日本がガーナに対して2点目。このシーンです。ここは金田さん、長友は粘っていました。そうですね、一旦取られたんですけどね、はい、まあ、ただやっぱりこういうシュートを打つんだっていうところですね、角度ありませんけど、はい、やっぱり狙った気持ちがやっぱり
さあ玉田、そして稲本、稲本からクロス、岡崎、よっしゃー、よく見た、同点ゴール。オフサイドはありません。ないでしょ、オフサイドないでしょ。オフサイドはありません。3対3、同点に追いついた日本。まだまだまだいけますよ。このオランダの地でガーナに対して3対3の同点に追いつきました。ラインギリギリ、岡崎全くオフサイドではありません。いや、これ蹴ったの今ですか。稲本選手ですね。クロスボールは稲本、ボールたね、まさにピンポイント、ピンポイントだね。剣道もすごくいいと思います、はい、さあ長友、長い距離を走ってきた、そして稲本、本田圭佑が待って、稲本、よっしゃー、稲本逆転ゴール、よっしゃ、オランダで日本代表がガーナに対して4対3と逆転ゴールを挙げた。稲本の右足、低い弾道で持っていった。ちょっと軸足が離れた分どうかなと思ったんですけどね、やっぱり彼のこう重心の低さ、強さじゃないですかね、はい、いいとこ見せましたね、まあ、左サイドの長友も非常にいい形でね、局面を打開して突破して、はい、そこからのパスですからね、はい、日本怒涛の攻撃、後半33分から38分の間、この5分間で3ゴールをマークしました。そして鹿島アントラーズの興梠がピッチに入ってきました。今ロスタイムに入りました。ここでホイッスルです、うん、日本勝ちました。ガーナに対して逆転勝ち。このヨーロッパ遠征リードを許しながらガーナに対して4対3と勝利を収めています。小さくガッツポーズを作った選手たち、一旦は3対1とリードされた、その中で後半33分からの怒涛の5分間。